乃木坂46筒井あやめ、斉藤飛鳥から一生の宝物をもらったと明かし、とても幸せ。1月5日、乃木坂46筒井あやめがブログを更新。昨年12月31日をもってグループを卒業した斉藤飛鳥とのエピソードを明かした。自身のブログの中で筒井は、31日の写真たち、と切り出し、斉藤と頬を寄せ合った2ショットを掲載。続けて、飛鳥さんの言葉は一つ一つがスーッと体に入っていく感じがします。大好きだけど照れてなかなかお話しに行けなかったので。少し前にお手紙にしてお渡ししたんです。そしたらこの日にお返事をくださいました。と斉藤と手紙のやり取りをしたことを明かした。その上で、一生の宝物です。飛鳥さんと一緒に活動できたこと、とても幸せに思います。と心境を綴っていた。この投稿に対して、コメント欄には、素敵な思い出、よかったね。飛鳥ちゃんもあやめんのお手紙宝物だと思う。飛鳥ちゃん嬉しかったろうな、といった反響が寄せられていた。